平野紫耀、神宮寺ん太た。新たなる舞台へのカウントダウン。ひしゆたの参加がもたらす未来。こんにちは、皆さん。元キングプリンスへのメンバー、平野紫耀と神宮寺う太た。新たな舞台に向けて、私たちは彼らの動向に注目してきました。今回は、その未来への一歩がどのように描かれているのか、その舞台で輝く彼らの姿を想像してみましょう。 とべ、トゥービー、合流から1ヶ月2023年の七夕の夜、平野塩と神宮寺雄太は、もともと所属していたキングプリンスを離れ、新たな舞台へと進むことを決意しました。そして、その1ヶ月後、彼らは滝沢秀明騎が率いる新たなプロジェクト、とべ、へと合流しました。その後、 公式インスタグラムアカウントを通じてファンとの交流を続け、その人気は高まるばかりでした。しかし、8月に入っても、彼らの具体的な仕事の発表はありませんでした。その背後には、一体どのような理由が隠されているのでしょうか。10月以降の可能性に注目関係者によれば、彼らの本格的な活動は、もう少し先になる可能性があるとされています。 その理由として、岸シユタの名前が浮上しています。岸シユタもまた、ジャニーズ事務所を退所する予定であり、その後の動向が業界内で注目されています。一部のテレビ局関係者は、岸シユタが戸部に合流し、それが実現するのは10月以降のことだろうと推測しています。 岸ユータの加入により、平野耀と神宮寺ユータは、新たなる仲間と共に舞台に立つことになるかもしれません。その瞬間が訪れた際、ファンたちの期待も最高潮に達することでしょう。予感される岸ユータの加入、岸ユータの戸べへの介入は、現時点では噂の息を出ません。しかし、その介入を示唆する出来事があるとされています。 飛べ公式ホームページにおいて、平野氏用と神宮寺勇太の紹介ページが開設され、URL には JHK という文字列が含まれていたことが話題となりました。ファンたちは、そのうちの J が神宮寺勇太 H が平野氏用、K が騎士ゆ太を意味するのではないかと考えています。 このような出来事が、岸優太の介入を示唆するものなのか、それとも単なる従前なのか、ファンたちの間では議論が続いています。滝沢秀明氏の描く未来滝沢秀明氏が率いる戸部は、国内外での活動を視野に入れています。岸優太の退場の背後には、海外進出への思いがあったとされていますが、 トベのプロジェクトはその夢に一歩近づける可能性を秘めています。トベは配信を中心とした楽曲リリースを通じて世界中の人々に音楽を届ける計画を抱いています。そのビジョンには平野紫耀、岸ユ太、神宮寺勇太の意欲がしっかりと反映されており、彼らの協力がプロジェクトの成功に大きく寄与することでしょう。 未来への期待平野様と神宮寺優太の新たなる舞台に対する期待は高まるばかりです。岸優太の介入が現実となれば、3人の共演はファンたちにとって夢のような瞬間となることでしょう。飛べの目指す未来が、彼らの輝くパフォーマンスとともに現実になる日を、私たちは心待ちにしています。平野様神宮寺優太、そして岸優太。 彼らの新たなる舞台が多くの人々の心を魅了し未来に輝きをもたらすことを願ってやみません。それではまた次回。